それでは行きましょうか。給食部の特製おせちです。この着物綺麗。いつもありがとうございます、先生。おせちを肉肉当てまくるブルアカ、ハージマールよ。ということで今回はお正月風花さんを紹介していきます。視聴者の兄貴たちはお正月風花ちゃんはモロチンゲットしたよね。ミカがお腹を空かせてるからおせちを腹いっぱい食べさせてあげようね。これじゃあ私だけ頼めしぐらいのごくつぶしじゃない。さて、まずは愛嬌風花さんのプロフィール紹介です。年齢は16歳、誕生日が4月30日、身長は159センチ、ゲヘナ学園2年生、部活は給食部に所属しています。趣味家庭料理、お弁当作り、 CV はファイルズ愛さんが担当しています。公式の紹介文で、ゲヘナ学園所属、新年を迎え、着物に着替えた給食部の部員、今年こそどうか平穏な日々が続くようにと願っているものの、周囲の環境がそれを許してくれるかはまだ未知数のようだ、と紹介されています。風花ちゃんの立派な新車も大活躍するメインストーリー。なお水没してしまったので現在は原付の模様。この1枚絵だけでいくつ違反してるんじゃろか。ツッコミどころが多すぎる。まあ、どうせ視聴者兄貴は風花ちゃんのスカートしか覗いてないから平気平気。ちなみに公式のアロナちゃんによる生徒紹介では、新年を迎え、振袖に袖を通した風花さん。今年こそどうか平穏な日々が続くようにと願っているものの、周囲の環境がそれを許してくれるかは未知数なご様子。先生、年越しそばは食べましたか？今年はお互い、穏やかな一年でありますように、と紹介されています。風花ちゃんのこの表情いいよね。この呆れた表情で過酷を見過酷してもらえると過酷がより過酷しちゃう。そそるぜ、これは。さて、お次は風花ちゃんのボイスを聞いてみよう。おかえりなさい。すぐにお食事を温めますね。今日も愛情を込めてご用意しました。結婚しよう。その着物どうでしょうか？気に入っていただけたら嬉しいのですが。メスの顔しやがって。先生に着物姿を見てもらうのは緊張しましたけど、頑張ってよかったです。あら、知っていましたか？先生の頑張る姿は生徒たちの励みになっているんです。もちろん私にとってもです。車の運転は任せろ。おせちは手間のかかる料理ですが、そういうものこそ作りがいがあるんです。おせちの具材は何が好き？こうして先生と一緒にいるとなんだか気が緩んでしまいます。そろそろ行かないと。え、もう少し一緒にですか？ゆう、本当に嬉しいです。いつもありがとうございます、先生。ブルアカはエッチなゲームじゃありません。さて、お次は戦闘スキルを見てみましょう。皆様、ご協力よろしくお願いいたしますね。これは素敵な出来。お正月風花さんのスキルは、公式のアロナちゃんによるスキル紹介にて、お正月にふさわしい姿で発売した風花さん。EX スキルでは給食部で作ったおせちを振る舞い、味方2人のスキル発動に必要なコストを減少させ、その味方の回心ダメージ率を一定時間増加させます、と紹介されています。心を込めて作りました。味方におせち食わせるの気持ちよすぎだろ。うん。だから、スペシャルなら風花ちゃんとひまりさんとの組み合わせがいい感じかな。僕はその2人で使ってたけど、もし他にいい組み合わせがあったらコメントで教えてね。今年の運勢は見るまでもなく大吉みたいね。もしもし、お寿司ください。美食の邪魔をするから、そのような目に遭うのですよ。風花ちゃんの新車のことか。さて、最後に風花ちゃんのメモロビを見てみよう。一度はデートで言ってみたいセリフ。まずは移動しよっか。視聴者兄貴たちならどんなデートプランを考えるかな。
こんだけ立派な年なのにまともな大人が先生しかいないなんて。おい、どうした？ビビってんのか？自然な流れで。僕も高いところは玉ヒュンしちゃう。この顔好き。いえ、それって体大丈夫なの？遠足できたら帰りに一人二人減ってそう。よい歌、それでこそ男や。メーデー、メーデー。ここ好き。すごい豪華っすね。美食を求めて。今なんでも。すごい理想的なデートだー。大丈夫だ、優香に確定申告は任せてある。まだまだ終わらないぜ。充実した一日。これが大人だー。連休で遊ぶのも大事よ。これは透き通る世界観。本当に嬉しいです。いつもありがとうございます、先生。先生からはいろいろといただいてばかりですね。私の料理を誰よりも美味しく食べてくださるのはいつも先生で。パクパクですわ。それが私にとって一番のプレゼントなんです。いっぱい食べる君が好き。なので、その先生、これからもお願いしますね。やっぱりブルアカはエッチなゲームじゃなかった。さて、しっかり送り届けねば。不作法というもの。おっと、
丈夫か。膝にやでも受けちゃったか。ヒューヒュー。みんね、癒しか女バイ。お色気もいいけどこういう王道も、いいよね。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてきてね。さて、この動画を最後まで見た君たち、好きな相手の胃袋をつかもう。あと今回のサムネは君ぐらさんにお借りしました。ありがとなす。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。